もぐ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 。マリトッツォはうまいですね。うん、一過性のブームな気がするけど、美味しいね。そうですね。こじゃれたクリームパンみたいなもんですし、1年後には話題にも上らなそう。なんで流行ったんですかね。日本でのブームは、福岡のパン屋さん、アマムタコタンのオーナーが、インターネットでマリトッツォを見つけて、試作を重ねてインスタグラムで発信したものが拡散され火がついたと言われています。もともとマリトッツォはイタリア発祥の伝統的なデザートで、ブリオッシュの生地に生クリームを挟んだものです。今は何でも SNS ですね。昔に比べて今は味よりもインパクトのある絵の方が大事かもしれないですね。みんないいねが欲しいのか。いいね待ってます。ってことで今回は日本でブームになったスイーツを紹介していきます。スイーツかっこ笑いなんて言葉があったのも10年以上前ですね。まずは1977年スイーツブームの火付け役となったクレープです。東京原宿の竹下通りに開店したカフェクレープの1号店が始まりと言われています。未だに原宿はクレープ屋さん多いですもんね。店の前のサンプル見てると買いたくなるし、実際作ってるところ見てると上の方にしか具を乗せてないけど、まあまあサンプルの通り作ったら溢れて大変なことになるでしょうし、食べ歩きもしやすく具にしょっぱいものもあって男性でも食べやすいのが人気な理由でしょうか。納豆ご飯クレープ。納豆ご飯クレープは京都の人気クレープ店三地屋さんに売っています。普通のチョコバナナでいいです。はい。お次は1990年から1991年に大流行したティラミスです。ビタ飯ブームにより高級イタリアンレストランのメニューには存在していたティラミスですが、知名度はほぼなく、1986年にデニーズがメニューに導入しましたが、別に知名度も上がらず。デニーズ、私はデビルズブラウニーサンデー好きだよ。1990年に雑誌花子が取り上げたのを機に大ブームになります。ロイホ、私はホットファッチサンデー好きだよ。ロイホは関係ないだろ。しかし当時はまだインターネット社会になっておらず、お取り寄せもできませんでした。コンビニなどで商品化され、多くの人が口にするようになったのは花子で取り上げられてだいぶ経ってからとのことです。大ブームなのにコンビニに並んでからしか食べないとか、メディアに踊らされてたのか。マカロンもコンビニで買えるけど食べたことない人が多いと思うので、そういうものなんじゃないですかね。同年の1991年がクレームブリュレもブームになっています。フランス語で焦がしたクリームという名称の通り、カスタードの上面の砂糖をバーナーで炙ったり、アルコール度数の高いお酒をかけてフランベします。これにより表面はパリパリ、中はトロトロな、見て楽しい、食べて美味しいスイーツになっています。焼きプリンの親戚くらいに思ってたけど全然違うね。多分意識はして作ったでしょうね。1992年第1次タピオカブームです。この頃のタピオカはココナッツミルクにタピオカを加えたデザートで、口当たりは滑らかでプチプチとしており、サイズも小さく色は白いものでした。今のタピオカを知っているとなんか違和感がありますね。そうなんです。第2次第3次で流行ったタピオカとこのタピオカは厳密には違うものです。え、こちらのタピオカミルクティーは台湾発祥ですが、第1次ブームのこちらはマレーシアやタイなどが発祥のココナッツミルクで作るデザートチーミールーです。タピオカがキャッサバイモのデンプンなのは有名ですが、チーミールーのデンプンはサゴヤシの幹から取れるデンプンです。芋時の幹ですから全然違いますよね。台湾には台湾でお手軽シーミールーキットも売っているそうですよ。美味しいからいいけど、めちゃくちゃ騙された気分です。気分じゃなくて騙されてたからね。気を取り直して次に行きましょう。1993年にトレンドスイーツになったのがナタデココです。美味しいですよね。食感が独特で稀に食べたくなります。だけど何からできてるかとか知らないです。ナタデココはココナッツ果実の内部に蓄えられたココナッツ水と呼ばれる液に酢酸菌の一種アセトバクターキシリナムナタ菌を加えて発酵させ、表面から強固し一定の厚みになったところでさいの目に切り食用にする、早い話が発酵食品です。そしてこのナタデココもいち早く取り入れたのがデニーズなのです。デニーズ、ヨガヨなら天下取っていたのでは。デニーズを負けファミです。敗北者みたいに言わないでください。ただやはりメニューになってからしばらくしてメディアに取り上げられて火がついた感じですね。今だったら SNS でインフルエンサーと写真をアップして割とすぐバズりますもんね。流行りを見極める選球眼も良くなりましたよね。さて次は1994年イタリア発祥の洋菓子であるバンナコッタがブームとなりました。つるんと口の中に入ってくる食感は食後のデザートにもぴったりということで、多くのレストランで見かけられるように、森中乳業が量産品を発売したものが家庭でも食べられました。これですよこれ。家庭の日常に侵入してこそが真のブームです。まあ一理あると思います。バンナコッタは調理したクリームという意味ですが、作り方がシンプルゆえに似たスイーツもあります。フランスのババロアとイタリアのバンナコッタの違いは、調理の過程で
生クリームを泡立てたものがババロア。生クリームをそのまま使うのがパンナコッタです。またブラマンジェも少し材料が変わっただけのフランスの似たようなスイーツです。日本だけでもゼリーに砂糖をまぶしたやつ無限にありますもんね。フランスにさえパテトフレイっていうゼリーに砂糖をまぶしたやつがありますからね。ぐぬぬ、砂糖をまぶしたゼリーね。はいはい、次行きますよ。数年たち、1997年ベルギーワッフルがブームになりました。大阪にあったベルギーワッフル専門店の元祖マネケンが渋谷東口にオープン。連日100人近くの行列を作っていました。程よい硬さで美味しいんですよね。実はベルギーワッフルには2つ種類があり、この時のブームはリエージュ風ですね。はえー、知らなかった。リエージュ風は円形か楕円形で、ブリュッセル風より硬くジャリッとした食感が特徴で、生地に入れた粒状のパールシュガーが焼いても溶けきらず、しっかり甘いのでベルギー人も駄菓子感覚で食べ歩きするそうです。もう一方のブリュッセル風は長方形でふわふわと軽く、柔らかさもあり甘さは控えめ。生クリームやチョコレート、フルーツやアイスクリームなどをトッピングし、フォークとナイフで食べるのが一般的です。リエージュ風のが気軽に食べれるからいいですね。そのお手軽さがブームの理由の一つかもですね。1999年、生チョコブームが来ます。ブームを牽引したと言われているのは、北海道の新鮮な生クリームを贅沢に使ったロイズの生チョコです。それまでは生チョコがなかったんですか？いえ、1988年に平塚の洋菓子店シルスマリアが生チョコを販売しています。しかし拡散力の弱い時代背景もあり、元祖ではあるが火付け役と呼ぶにはどうかなとも思います。生チョコは今やバレンタインの定番の一つですし、家でも作りやすい部類ですもんね。さてさて、2000年代に入ります。2005年、マカロンブームです。東京青山通りにマカロンの店であるピエールエルメパリが誕生したことによって一躍人気となりました。材料は卵白と砂糖とアーモンドを使った焼き菓子の一種で、発祥地は諸説あり、フランスともイタリアとも言われています。フランスとイタリアから影響を受けすぎでは。いくら日本にラクダンとあんことゼリーに砂糖をまぶしたやつしかないとはいえ、日本のお菓子は海外で人気ですよ。じゃがりこやアルフォート、果汁グミにキノコタケノコ等々。確かにコンビニお菓子のクオリティは小さくなって価格は上がっているけど、海外のものに比べたら圧倒的に美味しいですね。あまり食べない生菓子よりもコンビニお菓子が美味しい方がありがたいわ。手のひらくるくるですね。2006年、生キャラメルブームです。タレントの田中義武氏が社長を務める花畑牧場の生キャラメルは大ブレイクしました。普通のキャラメルと違い、とろけるような食感で連日長蛇の列ができる人気商品に。硬いキャラメルを奥歯でガジガジするのも美味しいですけどね。大人がそれやってたら困惑するから柔らかい方がいいですね。2008年、第2次タピオカブームです。色も白から黒に、食べ方もスプーンからストローに変わりました。色が黒いのはカラメルや黒糖で着色しているだけなので元は白です。台湾から本場のお店が上陸したり、コンビニでタピオカ入りドリンクが販売されブレイク。コンビニのタピオカを蒸したつぶつぶ、美味しいですか？本物には遠く及ばないけど、あんなもんじゃないですかね。タピオカは第3次もあるので次に行きます。2011年、パンケーキブームです。2008年にオーストラリアのウィルスが上陸しますが、行列のできる店舗といえば原宿のエッグスンシングスでしょう。ハワイからやってきたエッグスンシングスはパンケーキの上に驚くほど生クリームが乗っており、見た目のインパクトもすごいものでした。そしてこの頃から SNS に写真をアップする文化も定着してきて、フォトジェニックなパンケーキの人気は不動のものになりました。ところでホットケーキとパンケーキの違いって何なんですか？パンケーキのパンはフライパンのパンなので、ホットケーキをパンケーキと呼んでも問題ないです。ですが海外でホットケーキと言っても伝わらないので、海外に行く際は気をつけてください。食べる方のパンだと思ってた。紛らわしいですよね。ではでは、2013年、ポップコーンです。ブームというにはちょっと弱い気がするのですが、原宿表参道には相当な店舗数がありました。形状も違い、映画館やスナック菓子のポップコーンはバタフライ型、ブームになったのはマッシュルーム型といいます。バタフライ型とマッシュルーム型を混ぜたものもありました。一粒一粒にしっかりとコーティング化されていて、味も濃く、今までのポップコーンとは全然違うものだったのですが、食べ歩きに適していなかったり、知っているポップコーンと比べると割高感があったりと、なのかは定かではありませんが、原宿付近には現在数店舗しか残っていません。お土産に持っていくにしても目新しさがなくなったらおしまいですね。美味しかったけどそんなに高頻度で食べたいかと聞かれたらそんなこともないし、定着する流行の方が珍しいですからね。2014年、かき氷ブームです。春氷を薄く削って作り上げたふわふわな台湾風かき氷が人気を集めました。翌年2015年にも台湾からアイスモンスターが上陸。フルーツやコーヒー、
紅茶など素材の味を濃縮して凍らせたフレーバーアイスブロックが特徴で、濃厚でありながら口に含むと雪のようにふわりと溶ける新食感が人気を集めていました。そんな流行ったアイスモンスターも2020年夏に日本から撤退。しかし、かき氷ブームが去ったわけではなく、年々高級路線のかき氷が増えているのも事実です。屋台で売ってる雑なかき氷に人権はないんですか？消費者の住み分けが成功しているので、屋台とは別だと思いますよ。同年2014年、カップケーキが少し注目されます。アメリカの人気ドラマ、セックス&ザシティに登場し、アメリカにカップケーキブームを巻き起こしたマグノリアベーカリーが表参道に海外初出店。カップケーキとは、薄い紙やアルミ箔のカップに生地を流し焼いた小さいケーキです。そしてケーキの上にカラフルなバタークリームを乗せたのがマグノリアベーカリー。色味の暴力やばい。メリケンさ、原色が過ぎるんだよな。文化の違いって味だけじゃなくて色にも強く出ますよね。なので案の定、2017年のクリスマスに閉店してしまいました。独特の色彩感覚ですよね。カラフルなチョコとかゼリーは可愛いから浸透してるし、今って流行り廃りの速度が速いですからね。次で今回の動画はおしまいです。2019年第3次タピオカブームです。インスタ映えするとの理由で3回目のブームになりました。タピ活なんて言葉も出ましたが、新たな問題も。渋谷原宿などで残したドリンクを捨てる事態が多くなりました。もともと芋のでんぷんなのでカロリーが高く、写真だけ撮り捨てるという人まで。ジラックス先生もタピオカドリンク処理おじさんなんて漫画描いてましたね。あれ面白かったね。てな感じで、これからも新しいスイーツのブームに目が離せないですね。まああれですね、奴らはスイーツを食べてるんじゃない、情報を送ってるんだってことですね。ラーメンハゲの名言を解散しないでください。ご視聴ありがとうございました。